リバーサルフィルム、リバーサルフィルム、反転フィルム、反転フィルムは、現像の過程において、録行、第一現像後、反転現像によって、ポジ画像、洋画を得る構造を持つ写真フィルムである。リバーサル写真フィルムはスライド及び商業印刷に、16mm フィルム、及び 8mm フィルム等の映画フィルムは、映画の上映に使用される、映画の場合は、 リバーサルフィルムで撮影することもあるが、ネガフィルムに撮影してそのネガ像でポジフィルムを録音させ、リバーサル現像ではなくネガ現像でポジ像を得ることがある。この場合ポジフィルムであるが、リバーサルではない。この記事では、以下もっぱら写真について説明する。ネガフィルムとは逆に画像の色や明るさをその通りに見ることができるため、ポジフィルムあるいはヨーガフィルムとも呼ばれる。スライドプロジェクターで、 拡大投影して使われることもあるため、スライドフィルムとも呼ばれる。日本では富士フィルム、コダック等が製造販売している。ほとんどの製品はカラーフィルムであるが、イルフォード、イギリス、オ欧、ドイツ、ホマ・ボヘミア、チェコ等各社が白黒リバーサルフィルムを製造販売している。過去においては、コニカ、 コニパンリバーサルアグフアゲバルトも製造を販売していたが、それらは2005年、平成17年に製造終了となった。16mm フィルム、スーパー8やシングル8等、映画用フィルムでは、白黒リバーサルフィルムが2011年、平成23年現在、日本でも製造販売されている。香港ではもっぱら、カラーリバーサルフィルムについて述べる。 白黒のリバーサルフィルムについては白黒、リバーサルフィルムの記事を参照のこと。ネガフィルムと比して、ラティチュードが狭く、フィルム自体が完成品となり、撮影後の露光補正手段が限られているため、正確に露出を合わせて撮影する必要がある。その反面、鮮やかで、リアルな色再現性や解像度の良さから高く評価され、写真の分野において、プロや、 ハイアマチュア写真家によく用いられる。しかし、デジタル一眼レフカメラの普及により、プロを中心にリバーサルフィルムの利用が減少したため、一部のメーカーが撤退したほか、フィルム価格の高額化やラインナップの縮小を泳ぎ、なくさている。書籍や雑誌、ポスターなど、印刷用途としては、10日原稿の方が適しているためによく用いられてきたが、それも最近では、出版が、 DTP 化し、コンピューターと連携させやすい、ハイスペックのジタルカメラに置き換わりつつある。フィルム自体の基本的な構造は、ネガフィルムもリバーサルフィルムも全く同じで、取りセテートベースの上に、下から赤観光乳剤、緑観光乳剤、黄色フィルター層、青観光乳剤が塗布してある。実際には、この他に発色を改善したり保護したりする複数の、 層が設けられている。現像処理は、ネガカラーフィルムの場合は、最初から発色現像を行うが、カラーリバーサルフィルムの場合は、その前に反転現像と呼ばれる一連の処理が行われる。内式フィルムの現像においては、イーストマンコダック社の E-6 現像が、事実上の標準処理であり、富士クロームの CR-56 現像もこれに、 順字た完全に互換性のある処理である。アグファクロームは a p 四十一勝利、コニカクロームは c r k 二から六十一勝利を専用処理に指定していた。反転現像では、まず最初に第一現像と言われる黒白現像が行われる。これは、観光した部分の線像を金属銀に変化させるもので、モノクロネガフィルム用の現像液と金字の現像液。 モノクロネガ用リコントラストが高く、抜けが良いが用いられる。第一現像終了後の状態は、モノクロネガフィルムのように、光が当たった部分が黒くなっている。次に、第一現像で現像されなかった部分を反応させるための処理が行われる。英語では、フォギング、かぶりのことという。昔は、第二露光といって、観光させることにより行われていたが、 露光村を防ぐため現在ではこのプロセスも薬品浴で行う。この処理の終了後のフィルムの状態は第一現像で金属銀が生じた部分以外に処理で完工した線浄が生じている。この線浄が発生した部分に対して行うのが発色現像であり以下の処理はネガカラーフィルムと同じである。最近の E-6 処理では ホギングと発色現像を同時に行うように改良されている。発色現像では、エドタなどの薬品が使用されるが、酸化発色で色素が形成される。終了後定着を行い、第一現像で生じた、金属銀と二次観光で発生した洗浄の金属銀を漂白で溶かし、洗浄すると透明溶岩が形成される。カラーリバーサルフィルムには、 観光入在中に色素を形成するカプラーを混入したものと発色現像液中にカプラーを混入して処理するものがあり、前者を内式後者を外式と呼ぶ。登場当時のカラーリバーサルフィルムはすべて外式であったが、イーストマンコダック社が唯一製造していた外式、カラーリバーサルフィルムコダクロームが2009年に販売終了し、すべての製品が内式となった。 外式フィルムの現像は上記の内式フィルムの現像より複雑で三色分けの観光入材層を個別に虹次録と現像をするので機械の精度や技術者の熟練が必要とされメーカーの指定の限られた現像所コダック系ラブでしか処理できない。販売されたすべてのコダックロームフィルムが使用期限を過ぎ2010年12月30日受付分を持って 現像処理を終了した。カラーフィルムには太陽光及びフラッシュ光源で撮影することを前提に作られたデイライトフィルムと白熱電球などタングステン光源で撮影するように作られたタングステンフィルムが損する。この区別はリバーサルフィルムに限らずカラーネガフィルムにも存在するが、後者は極めて少数しか存在しない。デイライトフィルムは 色温度 5500K、タングステンフィルムは色温度 3200K 前後の光源が基準の色再現設計となっている。このため、デイライトフィルムでタングステン光源下の被写体を撮影する赤っぽく映り、タングステンフィルムで中高下の被写体を撮影すると青く映る。どちらも色温度変換フィルターにより異なる色、温度下での撮影に対応できるが、 その分の高倍数がかかり光量を損失することになる。タングステンフィルムの青い写りを利用して印象的な夜景やユニークな撮影に利用するユーザーも多い。現像は一般の写真店、カメラ店、DPE などで受け付けている。ただし、ネガフィルムの多くが店頭の自動現像機で処理が行われているのに対し、リバーサルフィルムは店頭では 処理できずプロラボフィルムメーカーの現像所に集荷して現像を行うのが一般的である。ネガフィルムでは1時間程度で現像、プリント袋詰めは可能であるが、リバーサルフィルムの場合は通常メーカー現像所に出すため受け取りまでに2から3日かかってしまう。リバーサルフィルム用自動現像機のあるプロラボの店頭に持ち込めば、 即日仕上げが可能だが、標準の E-6 処理で処理に要する時間は33分であり、受付から最短でも1.5から3時間ほどの時間を要する。増減間等追加のサービスを利用した場合はさらに時間がかかる。現像料金もネガフィルムより高い。ロールリバーサルフィルムの現像を注文すると、マウント仕上げかスリーブ仕上げのどちらにするか尋ねられる。 マウント仕上げとはフィルムを1コマごとにカットしてスライドプロジェクターに入りするホルダー、マウントに挟んだ状態で仕上げるものである。一方スリーブ仕上げは通常のネガシートに数コマずつフィルムを入れて仕上げるものである。マウント仕上げの方が若干料金が高いのが普通である。一部のリバーサルフィルムは現像時にある程度正規の感度より感度を上昇あるいは低下させることができる。 現像注文時に指定する。一般的には、増感が数段、玄関は一段以内までの幅で変更できるが、どちらも、コントラストや、色味、解像度が変化する、増感はプラス二段くらいまでが好ましい。切り弦とは切り現像のことで、フィルムを途中でカットしてその断片のみを現像すること。一時的に増減感をする場合や、露出の確認などに使われる。 一部のプロラボのみが用意しているサービスである。リバーサルフィルムからプリントを行う場合は、インターネガ方式とダイレクトプリント方式の二つの方法がある。どちらも一枚あたりの単価は、ネガフィルムからのプリントより高価である。また、通常リバーサルフィルムは、現像同時プリントはしない。現像済みのリバーサルフィルムから一旦プリント用のインターネガを作成し、 インターネガからプリントする方法。インターネガを作成してからプリントする場合、ネガフィルムからのプリントと同じ方法になるため、大量にプリントする場合は、ダイレクトプリントに比べて、コストが低くなる反面、オリジナルフィルムの色調やシャープネスの再現性が、低くなことが多い。専用インガシ及び専用現像プロセスによって、リバーサルフィルムから直接プリントする方式。 インターネガ方式より多少ラチチュードが狭くなり、コントラストが高くシャドー部のディテールが割れがちだが、オリジナルフィルムに近い色調やシャープネスを再現できる。プリントのコストは、インターネガよりも高くなるものの、リバーサルフィルムからのプリントでは、フィルム上の画像に異仕上がりを得られる、ダイレクトプリントが主流となっている。イーストマンコダック社以下、コダックは、 世界で最初にカラーリバーサルフィルムを製造した会社である。35mm フィルムをはじめ隠しフォーマットの製品を製造し、そのラインナップも他社を圧倒してきたが、近年相次いでラインナップを削減し、現在リバーサルフィルムのラインナップは数種類のみである。外式のコダクロームと内式のエクタクロームの2ラインの商品を有していたが、コダクロームシリーズは販売。 現像処理とも終了している。一方、アマチュア向けのフィルムが新たにエリートクロームシリーズとして独立した。2012年、連邦倒産法第11章を申請し、採算の悪い部門の廃止を打ち出した。それに伴い、3月31日をもって、リバーサルフィルムの生産を終了した。しかし、2017年1月に、エクタクロームの再販が告知され、 生産終了から約6年後の2018年10月、エクタクローム E100 の再販が開始された。日本で最後まで販売されていた外式、リバーサルフィルム、重厚な発色、高解像度、大変色性などを特徴としていた。当初は増感現像ができなかったが、後に第一現像の時間を変更することでプラスに、までの増感現像ができるようになった。 かつては ISO25 のもの、キロメートル、PKM、タングステンタイプ、タイプ a のもの、クーパー、ISO200 のもの、キロリトル、PKL があったが、いずれも製造中止になっている。また過去に存在した120、110、126といった、ラージフォーマットあるいは、カートリジ式のコダクロームもすべて製造中止となった。 135版用の ISO64 のもの、KR、PKR のみが販売されていたが、2009年6月22日に製造打ち切りが発表され、すべてのラインナップが製造中止となった。以下は最後のラインナップである。現像工程は K14 処理で、日本国内では、今時か旧東洋現像所ローヤルカラー、堀内カラーでしか処理できなかった。 現像を実際に行っている、ホリウチカラー、杉並事業所に、朝一で持ち込んでも縛りは夕方であり、E-6 処理の2時間と比較して、かなりの長時間を要した。地方では大きに1週間近くを要するところもあった。最後まで現像を行っていた、ホリウチカラーも2007年12月でサービスを終わり、その後コダックがアメリカのカンザス州にある、 ドーエインズフォト社への取り次ぎ手配サービスを行っていたが、こちらも国内販売分が使用期限切れとなる2008年9月で終了している。取り次ぎの料金は3507円で納期は2から3週間であった。最終的に K14 処理のできるラボは世界でただ一箇所、ドーエインズフォト社のみとなったが、これも2010年12月30日到着分を持って終了した。 現在、東京都墨田区にある、レトロエンタープライズにおいて、使用期限切れ撮影済みのコダクロームフィルムを、カラーリバーサル画像としてではなく、白黒ネガシ上げとしての現像に対応している。コダックのプロ用内式リバーサルフィルムのシリーズである。初めて E-6 処理を採用した EPR1976 年9月発売。 日本では1977年発売を皮切りに各種のフィルムが登場し3 5ミリ、ブローニーのロールフィルム、シートフィルムなど様々なフォーマットに対応していたが次第にラインナップを縮小していった2012年3月1日にエクタクローム製品すべての製造終了が発表されたしかしアナログ写真の人気が高まりプロ用写真フィルムの販売が増加しているとして 2018年10月には、エクタクローム E100 の再販が開始された。エクタクロームは、プロ用フィルムとして、出荷の時点で、カラーバランスが、最良に調整されており、輸送、保管には13度以下のチルド保存が求められ、パッケージを開封したらすぐに撮影し、24時間内に、現像処理をすることを推奨している。これに対しアマチュア用フィルムは、 製造から一定の期間経過後に撮影、処理されることを想定し、教授変化を考慮して、カラーバランスが調整されている。入材により、プラスマイナス1、3程度の感度のばらつきや、微細なカラーバランスの変化もあるが、これらの情報もプロ用フィルムに関してはメーカーから、細かく、データが提供されている。一般向けリバーサルフィルムとして、 従来のエクタクロームダイナに代わって2004年より、開発され2006年2月より発売された。これにより、エクタクロームはすべてプロ用となった。ただし、エリートクロームにも、コダックプロフェッショナルの文字がある。2011年12月、エリートクローム100の製造販売終了を発表。翌2012年3月1日、コダックは、エクタクローム製品と共に、 全てのエリートクローム製品の製造販売終了を発表、同社の写真用カラーリバーサルフィルムの歴史は終焉した。映画用カラーリバーサルフィルムについては、同時点では発表はない。日本で最初のカラーリバーサルフィルム、桜天然色フィルムを発売した同社であったが、2007年3月をもって生産を終了、フィルムを含む写真事業から撤退した。 以下は、最後のラインナップ。内式、リバーサルフィルムのブランド名。9個2カクローム。最終ラインナップとして、新尾シリーズの3種類が発売されていた。内式、リバーサルフィルムのブランド名。発売当初の E-4 処理タイプの時代は、とても実用に耐えるものではなかったが、E-6 処理対応後の製品では、徐々に改良が進み、現在では、 コダックの製品に被験するまでに成長した。当初は比較的コントラスト、サイドの高い製品紙からインナップしていなかったが、高いコントラストと、彩度、記憶に残りやすい色を強調表現するベルビアの登場により、日本だけでなく海外でもネイチャーフォトなどを中心に利用され始める。色の傾向としては、コダックの製品に比べややマゼンタが強く表現される傾向がある。これは、 以前からすべての富士フィルム製品に共通する特徴でもあり、色相は寒色系で、コントラストやサイドが比較的高いのが特徴である。プロ用、一般用フィルムの区別なく、保存温度は15度以下と指定されている。富士クロームでは、そのフィルムの発色の傾向を、ナチュラルカラー、イメージカラー、リアルカラーの3種類に分けて表示している。ナチュラルカラーは、 高い彩度を実現しつつ自然な色表現。イメージカラーは記憶に残る高彩度で好調な色表現。リアルカラーは本来の色に忠実な色表現をするフィルムに付けられる。蒸気のような写真用ではなく小型映画用の 16mm フィルム、8mm フィルムでは2011年現在もカラー、白黒ともにリバーサルフィルムが製造を販売されている。項目、 不死を参照。コデックは欧米人が中心となって開発を行っているためか、比較的黄色味が強い発色で、全体的にコントラストは低め。富士フィルムは日本人に好まれるコントラストや彩度が高めの発色で、色味も比較的青からマゼンタによる。コニカミノルタは全体的にコントラストや彩度が低めで青みの強い発色をする。 コダックのリバーサルフィルムは、粒状性を改善する。つまり、粒子を細かくして解像度を上げることに重点を置く。富士クロームとは、対照的により広いダイナミックレンジ、カラーレンジを重に開発されている。このため、どのフィルムも、富士クロームに比べ、微粒子感は劣るが、色領域の広さにおいては、コダックのリバーサルフィルムが優れている。色の鮮やかさ、精細さから、 富士クロームを選ぶカメラマンがいる反面、コダックのリバーサルフィルムしか使用しないカメラマンも少なくない。い一般的には富士クロームは風景に、エクタクロームは人物に向いていると言われているが、このあたりは個人の好みによる部分が大きい。フィルムの入材番号、エマルジョンナンバー、生産ドットによっても色調は異なるし、現像液の温度、 発泡状態によっても異なる朝一番の処理か夕方の処理か等。これらの実情から、ほとんどのプロラボでは、エマルジョンニュースと呼ばれる、ある入材番号のフィルムを、そのプロラボで処理した場合、どれくらい色の偏りが出るかを記した情報を出している。これを参考にして撮影者は、CC フィルターを用いて色補正を行うことができる。逆に言えば、入材番号による発色の検査は、 cc フィルターによる補正を必要とするほどということでもある。ラボ間のカラーバランスの変化は時として入材以上に異なる場合があるので、撮影者は決まったラボに処理に出すよう心がけることも重要である。処理液のコンディションも発色に影響を与え、日曜休業のプロラボでは、月曜の朝一番の処理液状態は、おおむね不安定であり、厳密な発色を求めるプロカメラマンは、 火曜日になるまで現像に出さない子もある。しかし最近では、乳材の製造技術が大幅に向上し、乳材による色調の変化は収束されつつある。現在では、各社のほとんどのフィルムが補正なしで利用できる。2003年頃より、本格的なデジタル一眼レフカメラの普及が進み、プロ写真家や一眼レフを使うアマチュアカメラマンがデジタルへと移行しつつあるため、 リバーサルフィルムの売り上げも減少傾向にある。特にプロカメラマンは顧客から電子媒体の状態での作品提出を指定されることが多くなり、一層フィルムの役割は縮小している。しかし、中盤、大盤カメラユーザーやフィルムならではの表現にこだわるプロ写真家やアマチュアカメラマンが存在するため、一般ユーザーがメインのネガフィルムよりも減少傾向は小さい。 リバーサルフィルムのシェアの大半を占めるコダックと富士フィルムはフィルム価格や現像代の値上げをしながらも新製品を投入するなど事業の継続を強く主張している。しかしカメラメーカーがフィルムカメラの新規開発に消極的で写真の主流もデジタルへと移行したため事業継続のためにラインナップの縮小を行う可能性は高い。ただし 中盤以上のフィルムサイズであれば、スキャンの仕方によって、現行デジタルカメラよりも多くの画素数を得ることができ、未だ一定の存在感を示している。かつて写真の誕生により、絵画が、肖像画や百科事典のイラストといった実用的な役割を縮小した後も絵画が芸術として存在し続けているように、フィルム写真という分野も芸術としての存在意義は割れないだろうという、 将来像も写真家などにより提示されていた。しかしリバーサルフィルムの代表的存在だったコダクロームやエクタクロームのプロ用フィルムが次々に姿を消す昨今、フィルム自体がレコード版同様に過去の異物になるのは時間の問題であるとの見方が有力である。これはフィルムの製造自体が大規模な暗室生産ラインや特殊な化学物質などを必要とするため、 ある程度の需要が見込めないと生産を継続するのは困難であること。プロ用フィルムの需要の大半を占めてきたプロカメラマンのほとんどがデジタルカメラに移行したことなどが要因と考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。